お、おおおおおでかいね。どうも、あやてか夫婦です。今日は釣りに行きたいと思います。釣ろう。釣ってください、お願いします。こんな釣れるまで寝れません。はい、一匹ずつにしよっか。私が釣れても高弘が釣れてへんかったら高弘は寝れへん。OK OK、 一匹でも釣ればいい、何でもいいよ。フグでも一匹にしよう。わかった、釣れたら OK な。いいよ。聞きましたね。釣り行く前にパン屋さんに来ました。はい、ここはパンメゾンっていうお店で、うん、塩パンの発祥のお店なんやって、うん、塩パンって今さ全国にあんのにその発祥の店ってテンション上がるやんか。すごい。発祥好きとしては行かざるを得ないので行ってきました。いっぱい買っちゃった。めっちゃ高たん。お店の中にイートインスペースがあってコーヒーも無料でもらえるんですよ。飲めないくせに持ってきた。うまっ。柔らかいしサクサク、塩加減バクツクン。バクツクン。塩見える？うん、おこー。うん、うんうん、めっちゃ美味しい。うまいな。この周りの塩と中がなんかバター。なんか夏はなパンがさ売れへんねんって。だから夏でもパンを食べてもらえるように、うん、塩分補給も兼ねて塩パン作ったんやって。すっごいなんか陽と陰みたいになってる。高弘光り輝いてんねんけど。なんか急に太陽が昇ってきた。カレーパン買いました。カレーパン、カレーパン外見せな。うん、うまっ。一口目からカレーが来た。カレーいっぱいなんや。結構入ってる。美味しい。あんま辛みない感じやけど優しい感じ。バナ。わあすごい。ほんま、わあ落ちるや。ほんまのカレーや。ご飯つけてくれる。マジで。美味しいっすか。うん、めっちゃ美味しい。目飛び出てない俺。うますぎて。鼻飛び出てるわ。ああ、それはいつも。こら。じゃんじゃん。はい、キャンプ場に向かってるんですけど、はい、その道の途中に佐田岬メロディーラインっていうのがあって、こう走ると車の中で音楽が聞こえるっていうやつ。そうそうそう、今そこに向かっているので、うん、さてこのグー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 ってうるさいハイエースでも聞こえるのかどうか見ものです。このトンネルが抜けたらなるらしいんで、はい、もう抜けるんで。あ、みかんいっぱい。法定速度じゃないとならへんらしいで。始まり。あ、な、鳴ってる。なんか鳴ってる。終わった。え、終わった。嘘。ほんま終わりって。嘘。俺結構楽しみにしてたのに。一瞬。え、どこで鳴ってたん。鳴ってたやんな。でも一瞬鳴った。聞こえたやろ、うん、なんかふーんって終わった。検証結果、まあ、ハイエースでも聞こえる。ちょっと聞こえた。おお、メロディーライン第2弾。2弾あったんや。海。あ、すっごい海。すげえ。光り輝いている。今日いい感じなんじゃん。釣れそうですか。釣るよ。私寝たいから。俺も寝たいわ。寝させて。さっきの釣り具のおばちゃんに
ここでも釣っていいって教えてもらってたの。教えてもらったんで、なんか釣れるよってなんか言ったんで、ここで。危ないですね。うん、ここにしようか。うん、綺麗な海、階段も降りれる。魚いっぱい。今日の餌は、うん、なんかさっき釣り具屋さんで買ったサビッチのオイルエビ、またボイル。今日これサビッチ用のフルーツフレーバー入り。釣れるまで寝れません。よーいスタート。はい、第1投目。あ、浅っ。腹出る。あ、寒いな。お、来た。釣れた。やったー。やりましたね。釣りました。寝れる。やったー。綺麗な色してる。キュウセンか、なんかベラか、なんかいうやつかな。ちっちゃい。やったね。取れてなかった。釣った。10個。1匹目。さっきと一緒の種類やな。なあ、こいついっぱいいるわ、多分。すっげーやん。大きい、引きよかったんじゃん。うん、入れとこうか。やったー。ちっちゃい。え、ちっちゃい。こう見るとちっちゃいな。なんかさっき今釣り上げてたらでかくかった。ちょっと俺も釣りをまずせんことにさ、あの、寝れへんのよ。釣りさせないよ。釣りさせないよ。目がかりしておやつ取ってもらってます。まだ俺釣りしてないのにさ、最初になんか目がかりの作業させられるという。ごめん。おっしゃ、来た。エビでちょっとそこにこれ重りがつく感じ、ちょっと掘ってみようかなと。新しいな、これ。ますか？来てませんね、あれは。何釣る？タイやな、やっぱ。タイ？うん。クジラやろ。違う魚やん。でも、いや、でも今までで一番ちっちゃない？ちっちゃ。私が釣ったやつ売れてこれリリース。はい、さよなら。よし、寝れる。まずはそこ。それでいいの？え？それでいいんですか？え？これ、脳幹にしなくていいんですか？いいっす。俺は睡眠を取りたい。鳥来た。鳥、かわいい鳥。ほら来た。一緒や。今日は同じ魚しかないで、メニュー一緒。うわ、いっぱいいる。よいしょ。やった。ぐぐちゃん、いるやん。またぐぐ。
塚公園駐車場。ここは夏場とかすごいキャンプシーズンだけお金がかかって、オフシーズンは無料でキャンプできて車も止めれるって電話して聞いてるさ、うん、今は無料で使えるって。そう、普段は駐車場1台500円と、まあ、野営場やったら1日200円とか。何もある、うまい、最高や。どこにあんのキャンプ場こんな感じになってるの。あーへえ、降りれる感じか。あの辺浅いな。でも あっちでなんか釣りしてはるわ。釣り場が。あ、ほら、今現在地ここで、ここを歩いてってキャンプ場。そこや。釣り場もある。トイレもある。森の中に入った。トイレここ歩かなかった。ああ夜、うん、確かにこれ真っ暗なるらしい夜。やばい、数字もここや。おお、テントしてある。キャンプしたはんねや。トイレ綺麗そう。うまいよ。これにしよう。うん、これちっちゃいしリリースしようか。うん、いい感じの釣れたやん。引っかかってる。ほら。怖い。カサゴ。いいやん。はい、あやちゃんとカサゴ。いい感じ。なんかすっごい大物かのように巻いてたのにさ、今までで一番ちっちゃいめっちゃ大物だと思った俺も。なあ、すんごい、うううて手のひらより普通にちっちゃい。やば、こいつ威力すごい。でかいね。頑張れ。あ、切れた。マジ？もう立ち方がプロになってきたな。あ、来た。やっと来た。ちって言ってしまった。やったやん。やっと高弘がベラ以外を釣り上げました。皆様拍手の時間です。ほら。ほら来た。お、誰誰誰。タイ。タイ？さっき私が釣ったやつより大きいんちゃう？うん。あやこもさっき釣ってたの。そう、実は、はい、食べれる？どう？リリースする？タイはな、大きくなってから。はい、今日の収穫これ10匹いました。一応今、掃除してきた。ありがとう。魚の煮つけで食べましょうか。はい、めっちゃいい匂いすんねんけど。なあ、わあわあ、いい感じ。寒いので車内に入ってきました。寒すぎるわ今日。わ
笑えない。頑張ったな。煮つけっぽい。おお、うまそうちゃう、こういうふうに見たら。命に感謝。ありがとうございます。お、どう？いいお出汁出てます。出てます、よかった。ほら見て、釣ったの。美味しそうやん。食べるよ。うん。うん、柔らかい。うまい。うん、結構あれやな、淡白な味してる。誰食ったん？誰これ、これ、あ、カサゴ。すっごい骨ある。怖っ。骨気ぃつけてな。うん、おいしい。おいしい。うん、今日は寒すぎた。今日な、風がな、冷たいな。うん、今日はやばいやろ。寒かったかな。今日は寒かった。